はい、皆さんこんばんは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。ですね、今日はね、真夜中です。ね、今12時回りました。ね、日本時間だとね、深夜の1時です。ここマレーシアなんでね、1時間だけ時差があるんですよ。まあ、こっちでね、深夜の12時です。うん。でね、今日はね、何をするかというとね、以前ね、真夜中に超早弾き練習をするっていう、動画があったんですけれども、それの続きみたいな感じですね。うん。でね、あの時の動画は昼間に撮影したんですよ。夜もこんな練習できるよっていうことでね。うん。だけど今日は違います。真夜中です。ね、12時回ったので、本当にね、近所迷惑。来ないかやってみます。隣、もうすぐそこもね、マンションなんでね、こっちか。こっちもね、お隣さんいますし、ね、部屋挟んだ向こうにもいますし、向こうにもいます。もう四方八方囲まれてます。ね。なので、サックスをね、弾いても大丈夫なのかっていうのもね、検証しながらね、実際にやってみます。うん。でね、近所迷惑が来ると思った人はね、いいねボタンを押してください。で、近所迷惑大丈夫、来ないと思ったら、チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。うん。じゃあね、早速やっていきましょう。で、やった後にね、いろいろね、ちょっとお話ししようと思うので。うん。でね、今回はね、前回ね、ちょっと話し忘れたこともね、話していこうと思ってます。ぜひ、最後まで見ていってください。はい。はい、じゃあね、そろそろ行ってみましょうかね。キャラバン、テンポ300。はい。はい、終わりました。ね、今んとこね、近所迷惑はまだ来てないですね。まあ、弾いた時間もね、そんな長くないじゃないですか。多分3分ぐらいじゃないかな、弾いたの。もっと短いかな。うん、なのでね、まあ大丈夫ですね。僕たまにね、夜練習するので、全然平気です。でね、なんだろうな、このね、なんでこの真夜中にこんな早弾きの練習してるかっていうとですね、もう簡単に説明すると、管楽器ってですね、大きい音、バーって、まあ、普段弾くようなね、大きい音を弾きながら、指をね、こうやって動かそうとするとですね、指に力が入るんですよ。気づかぬうちに力が入るんです。それでね、今やったみたいにね、小さい音、もうほとんど多分ね、聞こえないと思うんですよ。ほとんど聞こえないようなちっちゃな音でやるとですね、あら不思議、指の力がね、もうフラ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 ーって言ってね、全く力が入らないんですね。うん。いわゆるミニマムの状態の力で練習ができるんですよ。うん。ということは何を意味しているかというとですね、早弾きが練習できるんですよ。普段大きい音でやってる時よりも数倍指が早く動くみたいな感覚で、指が動いてくれるんですね。はい。なので、夜中に練習する、この早弾きを練習するその利点としては、早弾きの
訓練ができる。それで自分の指が、あ、こんなに早く自分の指は動くんだなって確認できるための練習なんですね。それ以外には、この真夜中にやる練習のメリットはほぼないと思います。なぜかというとね、近所迷惑のね、リスクを背負ってまでね、練習する必要なんて全くないのでね。でね、前も説明したんですけど、ちっちゃい音ね。こんぐらいね、もうむちゃくちゃ小さい音。どのぐらいかっていうとね、もう音になってるかなってないかギリギリの線ですね。こんぐらいで、やると、まあ、実際音はね、かすかに出てるんですよ。かすかに出てるんですけれども、なんだろうな、ほとんどその管楽器が持つ音色っていう音色じゃないんですよ。もうほとんど空気の音のシューっていう音の方が大きくなっちゃうんですね。でもいいんですよ。それでもいいんですよ。早弾きが練習できれば。なんですけど、一番の注意点は、この小さい音でいくら指が早く動いても、じゃあ明日の朝スタジオ行って大きい音で練習するじゃないですか。そしたら指はいきなり動かなくなります。もうこれもう絶対動かなくなります。なんだけどもね、いいんですよ、それで。で、大きい音の時、指が動かないなって思うのと、真夜中にね、ちっちゃい音でやったら指が動くっていうのをね、その隙間、ギャップをね、埋めていくんですよ。だから大きい音で早弾きしても、指が早く動く訓練をしなきゃいけないんです。でもその前に、ちっちゃい音で早く指が動かなかったら、大きい音でやっても絶対180%指は早く動かないです。なので、もうミニマムのちっちゃな音で練習するのがね、早弾きって一番ね、得するんですよ。もう、所詮それだけなんですよ。なのでね、皆さんもぜひね、夜中ね、小さい音でやってみてください。僕もね、それで楽器を生徒さんに教えるときはですね、いろんな相談を受けるんですけれども、一つよくある相談がこれなんですよ。早弾きの練習とか、指の練習をしたいから、でも夜しか時間がない。夜しか時間がないから練習できないんですよっていう人がめちゃくちゃいるんですね。わかります。もうわかります。で、その人たちからよく聞かれるのは、これはどうですかっていうね、提案があるんですよ。こうやってネックまず外すじゃないですか。ネック外して、この本体だけにして、こうやって練習するんですよ。弾くことなく。タカ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 タ。これって練習になりますかねっていうふうに、相談を受けるんですけれども、まあね、結果から言うとね、おそらくね、あんまり練習にならないんですよね。なぜかっていうと、こうやってこのネックがない状態で、ふーって自分で息が入れない状態でやるとですね、その指とその空気とね、タンギングとかのコーディネートができてるかわからないまま指が動いてる状態になっちゃうんですね。なので、これってあんまりね、練習にならないと思うんですよ。で、そこで、やっぱ僕が提案してるのはね、やっぱり楽器っていうのはね、音をね、出してやんないと意味がないので、ちゃんとこうね、楽器をフルで組み立ててですね、今みたいなちっちゃい音でも、ちっちゃい音でもいいんですよ。かすかな音だけすれば練習になるので、コーディネーションのね、練習になるので、必ず、こういうふうにね、楽器の練習っていうのは、楽器そのもので、もうフルセットでやった方がいいと思いますよ。ってことでね、やっぱり夜中しかね、大人になると練習時間ってないじゃないですか。ね、昼間なんかとても練習できないのね。まあそう思った人はね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はね、キャラバンだったんですけれども、またね、この真夜中シリーズね、別の曲でね、超早弾きやっていきたいと思います。今回はね、300だったんだけどね、どんどん上げていきますからね、テンポをね。ってことでね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。